はい、皆さんこんにちは。はい、ということで、今日はですね、なんと大晦日メインイベントで勝った堀口選手がなんとリング上でプロポーズをしたということですね。実は、いや、知ってる方もいるとは思うんですが、私もですね、2年前、2021年の大晦日に私は、プロポーズをさせていただいて、結婚という流れになってですね、流れっていうのは変ですね、結婚してですね、なんと今はこの可愛い、可愛いっていうのも変か、息子が誕生してヒューがいるという感じになっているんですけども、私も控え室ですね、堀口選手のプロポーズを見てたんですけど、なんとお相手があのライジンリングガール、ラウンドガールかの川村夏樹さんということで、びっくりしましたね。私も知らなかったので、すごい夢があるなぁと、夢があると思うんじゃないでしょうか皆さんね。いや違う、うちも夢はあります。はい、本当に幸せなことだなと見てて思いましたし、幸せになってほしいなと、おめでとうございますと、言いたいなと思って今日は動画を撮ってるんですけども、きっとどうなんですかね、こういうふうにうちも比喩が誕生して、堀口選手も、赤ちゃんができたりしてですね、幸せな家庭を気づいていくんじゃないかなと、そういう風に見て思いました。素晴らしいハッピーエンドだったなと、そういう風に思っております。はい、ということですね。どういう内容の動画かわからないんですけどもね、比喩に、ヘルペスが私はできてですね、なかなか、疲れが溜まっているんですけども、今年も1年頑張っていこうかなと、そういうふうに思っております。はい、ということで皆様、本日もご視聴ありがとうございました。